東京のとあるおしゃれの町に頑固者の真面目なお父さんと娘が住んでいました。何？ YouTuber？ 何朝から寝言言ってんだ。寝言じゃないのよ。毎日更新すればきっとなれるのよ。 YouTuber なんてろくでもねえ大人がやるもんなんだよ。ゲームやりながら喋ったり、わけのわからない迷惑なことやって、人に迷惑をかけんだよ。そんなの許せるわけないだろう。もうこのバカオレアズ、人の話も聞かないでる。まあしょうがないよ、お父さんの頃はこんな仕事なかったし。でもあの親父はもう何を言ってもダメダメダメっていう親父なんだる。エレナはどうやって YouTuber になったの？実はね、パパ改造キット？何言う？それ教えてる。それを使ったらね、すぐ OK ができたよ。どこでそんなのもらってきたの？ YouTuber の事務所でタダでもらえたよ。でも 20% のお金をあげなくちゃいけないんだよね。ふる、でも仕方ないる。夢だもの。どうしても YouTuber になりたいる。お願いる。パパ改造キットの内容はこちらです。早速改造していくる。まずはこの睡眠薬をコップに入れる。よし、このコーヒーをお父さんに飲ませる。お父さんお疲れ様。コーヒーる。ありがとう。お、おいしそう。あー、ほっとする。なんか眠くなってきちゃった。コーヒー飲んだけど、ちょっと寝るね。おやすみるん。あこのチップを絆創膏を取り出して、ドリルをやったところにここにつけるるん。そして一晩寝らせれば OK るん。パパおやすみるん。お父さん。うん。ユーチューバーになりたいる。ユーチューバー？オッケー。ユーやっちゃいなよ。やったる。こうしてユーチューバーになることにしたる。みなさんこんにちは。ドリームチャンネルとエレナとララルン。今日は。今から旅に出るぜ。なんだよつれ、そんなつまんない冗談をついて。今朝急に海賊になりたいなって思って。あ、もしかしてあのせいで。こうして私の夢は諦めることにしたるん。ドリームチャンネルのアンナと、あ、間違えた。誰だっけ？誰だっけ？エレナ。あ、みなさんこんにちは。ドリームチャンネルと、ドリームチャンネルのエレナとララルン。今日は何の企画にしようかな。どうしようね。あ、じゃあドリームチャンネルを今日